どうぞ。失礼します。はい、おかけください。では田中太郎さん、弊社の採用面接を始めます。お願いします。田中さん、今日はカジュアルな格好で来られたんですね。はい、あの受験案内に複数10だったので、まあいつもの僕を見てもらおうと思ってこういう格好できました。分かりにならんよな。はい、ならないですよ。では早速なんですけど面接始めますね。田中さん、うちは IT 関連の会社なんですけど、まずどうしてうちに入りたいと思ったのか教えてください。まあ、やっぱあの初任給がですね、あの28万円と書いてあったのでね、あ、これ高いなと思ってそれで入りたいと思いました。おお、そうですか。他に絞り理由はないですか。他ですか。まあ、 あの家から近いってのもありますかね。ここまで来るのに徒歩で10分だった。そうですか。まあ最初は名古屋支所での採用になるんですけど、将来的には東京とかの転勤もあるんですよ。あるかもしれないんですけど大丈夫ですか。まあ多分大丈夫ですかね。わかりました。うちは IT 企業なのでパソコンスキルが重要なんですけど、田中さんパソコンどれぐらい使えますか。パソコンですか。まあ結構使いますよ。結構。例えばね、あの電源あるじゃないですか、パソコン。はい。あれ迷ったことないんですよ。ね、あの人によっては使い慣れたパソコンじゃないとどこに電源があるかって迷ったりするじゃないですか。はい。あ、僕迷ったことないんですよ。だから電源が確実に押せるということ。そしてあとはね、あのダブルクリックって知ってます。はい。あのマウスをね、左側ちょちょんと叩くやつ、あれがすごい得意なんですよ。あ、人によってはねできなかったりするんですよね。早く押さないといけないのにもたもたしてできなかったり、あと右側押す人がいますよ、マウスの左押さなかったのに。で、僕はねダブルクリックはちゃんとできるということ。 あと文字を打てます。例えばあのアルファベットのね A ってあるじゃないですか。はい。あれ押すとどうなると思います。どうなるかですか。ひらがなのねあが出るんですよ。おお、なるほどね。うん、わかりました。で、あのパソコンスキルの中でも特にプログラミングスキル、これが弊社では求められるんですけど、田中さんプログラミング使えますか。え、なんですって。プログラミングは使えますか。ああ、得意です。あ、得意。やってみせましょうか。あ、はい、ぜひどうぞ。何ですかそれ。え、フラミンゴっすよ。フラミンゴ。あ、フラミンゴ。フラミンゴっすよ。わかりました。じゃあ田中さんね、他にスキルとか能力とか資格ってあります。実はね持ってきたんですよ。お、持ってきた。どうす。行政書士っす。あ、ここ見てください、はい、ほら総務大臣ですよ。総務大臣、あと愛知県知事ですよ。はい、印鑑してますよね。うん、この2人がね、はい、僕のこと保証してます。なるほど。ちなみにこの行政書士ね、合格率 9.9% でした。そうですか、すごいですね。うん、行政書士持ってるってことで、まあ、法律には大変お詳しいということは分かったんですけど、うん、それを弊社の業務にどう生かすつもりなんですか。まあ例えばあの法務部とかで活躍できるかなと思ってますね。まあ具体的にはあの訴訟手続き進めたりとか、そういう方面で活躍できるかなと思ってます。訴訟ですか。でもそれって弁護士の仕事なので、まあ、うちは法務部にいる弁護士に任せてるんですよ。なので司法行政書士は必要ないかなと思いますけど。あ、そんならあのまあ IT ってことでね、まあいろんなソフトとか作ると思うんですよ。で、まあ当然特許とか絡んでくるじゃないですか。はい。その特許申請とかね、そういうのもできるかなと思ってます。特許ですか。それはでも弁理士ですよね。弁理士もいるのでそっちに頼んでます。あ、そんならあの
まあ、例えば新しくね不動産購入したりとか、あるいはその会社の、まあ、名称を変更したりとか、そういうことがあった場合にはね、不動産登記とか商業登記とか、まあ、その申請をすることになると思うんですけど、そういう申請書を作ったりね、提出したりできるかなと思ってます。それは司法書士の仕事ですよね。で、司法書士もいるので、そっちに頼んでます。あ、そんなあの、ね、税金関係、まあ、税務書類作成したりしてね、税務署に提出したりできるかなと思ってます。それは税理士ですよね。で、税務部に税理士がいるので、その人にやってもらってます。あ、そんなあの、まあ、社員のね、まあ、保険関係あるじゃないですか、あの年金とか健康保険とかね。はいはいはい、あのそういう社会保険関係のね書類作って、ね、役所に届け出れるかなと思ってます。なるほどね。でもそれは社労士の仕事なので、まあ、総務部に一人社労士の方がいて、その人に活躍してもらってます。まあ、あなたはちょっと必要ないかもしれないですね。じゃあそれ以外の書類で役所に届け出る、あ、それだったらできるかなと思ってます。あ、そうですか、わかりました。で、他に何か資格ってあります？あ、他ですか。実は持ってきてましてね、これなんかどうかな。お、どうです、通関士ですか。で、ほら、名古屋税関所長ですよ、はい、ね、広瀬、なんて書いてあるのかわからないですけどね、これ行政って書いてありますね、読みたら姓の字が違いますけど。で、ほら、印鑑をしてます、はい、ほら、広瀬行政さんが、広瀬行政さんが僕のことを誇張してるんですよ。おう。でね、まあ通関士っていうのは、まあ輸出入業務必須の資格ですから、まあ、まあこのグローバル化の時代ね、必要になってくるかなと思ってます。なるほど。ただうちは残念ながら海外取引してないので、まあ、貿易会社とか行った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。まあ、貿易会社も実は見たんですけど、ただ初任給がね18万です。ちょっと安いなと思ってね、嫌だなと思ったんですね。それにまあ今はねやってないかもしれませんけどね、あのまあこのグローバル化の社会ですから、まあそのうちそういう予定もあるんじゃないかなと思ってね、そしたら僕は活躍できるかなと思ってます。うーん、今のところその予定はないですね。他に資格はありますか。他ですか。これどうすか、これ。はい。宅建っすよ、宅建。ほら、財団法人の理事長がね、僕のこと保証してます。宅建ですか。うん。でもそれだったら不動産業界ですよね。不動産業考えなかったんですか。あのね、不動産業ってね、きついんですよ。知ってますあなた。ブラックですよ、どこ。そうなんですか。そんな嫌ですよ、僕。わかりました。他に何か資格あります。他はね持ってきてないですけどね、あとはね、あの測量士法、あとファイナンシャルプランナー2級、あと福祉住環境コーディネーター2級、あと登録販売者、あと危険物を追放、あと英検2級、漢検2級、秘書検定2級、で、あとあの合格のね予定のものが一つあってね、あの管理業務士にしちゃったの。ええ、そうですか。まあたくさん資格取っててすごいんですけど、正直うちではあんまり使えないと思いますね。他のところ考えた方がいいんじゃないですか。それはどういうことや。なあ、お前さっきから聞いと、黙って聞いとっとよ。さっきからデモでも言いやがってよ。あ、お前これよく見ろよ。ほら、はい、総務大臣だそれ。総務大臣早苗だぞ。早苗、はい、早苗がよ俺を保証してんだよ。お前総務大臣なめとんか。いや、総務大臣がよ俺を保証しとんだぞ。採用しろっつってんだよ。なるほど。お前採用しろよ。わかりました。あ、おい、ご非通知こら、ご非通知は後日お送りします。合格だよな、もちろん。いや、
それはちょっとわからないですけども、まあ、他の受験生同様、合否通知は後日お送りします。あ、そう。